はい、スキチャンネルです。今日は月中で釣り堀デートに来ました。で、釣り堀デートということで、スキチャンネル初の釣りガールが来てます。紹介します。どうも、クミコです。クミちゃん久しぶり。久しぶり。クミちゃんちょっとマスク取って。かわいい。そう？マジかわいい。そんなことないよ。クミちゃんって広瀬すずに似てるって言われない？うん、よく言われる。やっぱり？うん。今日釣り堀なんだけど、クミちゃん釣り堀行ったことある？釣り堀初体験。初めてか。うん。じゃあいろいろ教えながらやっていくね。初体験だからいろいろ優しく教えてね。じゃあ、釣り行きましょう。うん、行こう。はい、1時間でいい。1時間でいい。受付をしていきます。今回は1時間コースです。そう、どこがいいかな。はい、クミちゃん、これが竿です。うん。で、竿に、浮きと針がついてるので、これで釣りをやっていきます。頑張るぞ。で、釣れたら、ここの箱があるから、ここに入れてきます。で、これを網を使って、魚を取って、うん。じゃあ、餌の付け方を教えていくね。うん、で、餌が、ここにあるんだけど。後ほど餌の付け方を説明します。じゃあ、やってみようか。うん。クミコ頑張っていっぱい釣る。じゃあやってみよう。うん。クミちゃん可愛いですね。浮きが沈んだら、竿を上げて。はい、ちょっと餌の付け方なんですけど、まず1円玉ぐらいの大きさの練り餌を取ります。で、そこに針を置いて針を隠します。で、練り餌は絶対丸めない。で、こんな感じですね。軽くつける感じで。で、そうすると周りが崩れてきて巻き餌みたいになるので、これでやっていきます。で、これはアンコアワーズのゆうかどんさんが教えてくれたやり方です。ではやっていきます。ゆうかどんさん直伝の付け方ですね。で、浮きが沈んだら竿を上げて合わせます。今当たった。来ました。こんな感じです。クミちゃんどう？まだ釣れてないけど楽しい。よかったけど絶対釣りたい。頑張ってね。うん、頑張ってる。クミコ釣る。クミちゃん浮きが沈んだら上に上げて合わせる。クミちゃん釣れるかな。さあ、合わせるの難しい。惜しい。惜しいね。もうちょっと、もうちょっとだったかな。悔しい。あ、鯉が。ふきさんが餌をつけてあげます。大体これぐらい取って、うん、もう軽くつける感じでいい。グッてやっちゃうとなかなか食わないかな。軽い感じ、こんな感じで。
ありがとう。はい。ああ、抜けた。スレだ。ウロコ。当たりは何度もあるのですが、なかなか魚がかかりません。はい、時間的にもう多分最後の釣りです。ラストいきます。まだクミちゃん一匹も釣れてないんですけど、奇跡が起きるのか。釣ってほしいな、クミちゃん。釣れるかな。釣れなかった。終了です。はい、クミちゃん2ポイント、うん、2匹釣れたから2ポイントだから、2ポイント分のお菓子を選んでください。はい、釣れたポイントで景品がもらえます。これとこれ、よかったね。うん。はい、クミちゃんどうでしたか、初めての釣り堀。一匹も釣れなかったけど、釣りは楽しかった。よかったね。また釣りやってみたいですか。また今度リベンジしたい。また一緒に釣りデートしましょう。うん、フキさんお願いね。了解。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。またフキチャンネルご視聴よろしくお願いします。またね。今回はフキチャンネルの教え方不足でしたね。次回頑張ってください。最後までご視聴ありがとうございました。